どうも皆さん、こんにちは。今回はですね、キーパーグローブ紹介していきます。紹介するグローブはですね、アディダスとナイキになります。それではアディダスから紹介していきます。ですね、こちらですね、アディダスのプレデターです。着用選手はですね、ノイアー選手などです。はい。で、定価はですね、16,692円です。それでサイズはですね、8号になります。はい、それではつけていきます。はい、それではですね、こちらの特徴はですね、ここが手首の巻くやつが二重になってて、きっちりと締められるところです。あと僕的にこのオレンジ色のパームが気に入ってます。はい、特徴はこのオレンジのやつと巻くやつと、あともう一つあって、パンチングするゾーンですね。ここがですね、なんかゴムみたいになっててパンチングしやすいです。はい、それ、はい、はい、こんな感じですね、アディダスは。はい、もう一つナイキいきます。はい、ベイパーグリップです。着用選手は日本では西川周作選手なのです。はい、サイズは8号で定価が9500円です。はい、それではこれもつけていきます。はい、こちらはですね、刺繍を入れてもらってます。これは原宿のカメさんで買わせていただきました。結構使ってるんで汚れはあります。はい、これの特徴はですね、キャッチするときに面積が大きくて取りやすいところですね。あと親指、人差し指、小指がなんかパームがたくさんついてていいところです。そこは、はい、ナイキはこんな感じで、あと小指がここなんか広がってて、まあいい感じですね。フィット感も結構あります。で、とにかくグリップがたくさんありますね。これ結構取りやすいです。はい、そんな感じです。はい、じゃあこれで終わります。あげるものなどがありましたらどんどんあげていきます。それではさよなら、バイバーイ。